三楽焼酎白水の提供でお送りします。頼む、うまか焼酎できたやろか。すごか、人生やっぱり三楽じゃ。じっくり仕込んだ熟成三楽、うまか。はじめに概況です。明日は太平洋高気圧の勢力がやや弱まり、前線が対馬海峡まで南下してきますので、時々晴れるものの不安定な天気でにわか雨や雷雨のところがありましょう。熊本地方の明日は南西の風、曇り時々晴れ、ところによって一時雨か雷雨でしょう。現在県内全域に雷注意報が出ています。阿蘇地方の明日は南西の風、曇り時々晴れ、ところによって一時雨か雷雨でしょう。現在雷、大雨、洪水注意報が出ています。天草、芦北地方の明日は南西の風、曇り時々晴れ、ところによって一時雨か雷雨でしょう。雷注意報が出ています。久米地方の明日は南西の風、曇り時々晴れ、ところによって一時雨か雷雨でしょう。雷注意報が出ています。福岡地方の明日は南西の風、曇り、ところによって一時雨か雷雨でしょう。現在大雨、洪水、雷注意報が出ています。佐賀地方の明日は南西の風、曇り、ところによって一時雨か雷雨でしょう。雷注意報が出ています。長崎地方の明日は南西の風、曇り時々晴れ、ところによって一時雨か雷雨でしょう。雷注意報が出ています。東京地方の明日は北の風、日中は南の風、晴れのち時々曇りでしょう。午後はところによって一時雨か雷雨でしょう。大阪地方、明日は南西の風が一時やや強く、晴れ時々曇り、ところによってにわか雨か雷雨でしょう。ふるさとの香りがする。田んぼが見える。うまか水の音がしと、水にこだわった純米焼酎白水。三楽焼酎白水の提供でお送りしました。